こんにちは、日向陽一です。では今日はですね、夫婦関係の、ために、人生の輪というお話をしたいと思います。ですね、まあ、今回は離婚の危機脱出100の知恵の、まあ、番外編なんですが、これは私がよくクライアントさんにお話をする、お話です。で、まあ、これが、まあ、私が考えるところの、まあ、人生の輪ということなんですけど、まあ、人間にとって私たち生きていく上で、まあ、何が大事かっていう話なんですね。で、まあ、家族関係、夫婦関係のカウンセリングに来られるということは、まあ、この家族関係が大変な状況というか、まあ、別れたいと言われているとか、そういう状況で来られるわけです。で、カウンセリングの中心の部分はこの家族関係のお話になるんですけど、ただですね、私たち の、 人生とか心のことというのはすごく総合的な、ところから来てるわけですね。だから家族関係が悪くてそれ以外の人生のエリアに悪影響を及ぼすということが出てくるわけです。だから、まあ、奥さんとの関係ですごくイライラして、まあ、健康を害したりされる方もいらっしゃいますし、仕事が手につかないというふうになってこられる方もいらっしゃいます。で、まあ、家でうまくいってないので職場の人間関係とかね、友人関係っていうのもうまくいかないとか、そういうふうに一つのエリアでの問題が、まあ、人生の他のエリアに大きく影響してくるわけですね。ですので、この夫婦関係だけを良くしたからという、なんでしょう、ここにあんまり集中しすぎても良くないわけです。まあ、大変な状態なので、なんとかそこをなんとかしたいっていう気持ちはすごくよくわかるんですけど、まあ、私たちの人生っていうのは、なんて言うんでしょうね、お互いに影響を与え合って生きているわけですよね。どういうことかというと、他のエリアのことが、別のエリアに影響するというか、そういうふうに、まあ、なっているわけです。で、この真ん中に価値観、また観という字です。前と同じ間違っちゃいましたけど、価値観ですね、まあ、もしくは世界観っていう言い方もできるんですけど、この世界っていうのはどういう場所なのか、で、私は何のために生まれてきて、何のために生きて、そして、まあ、人生が終わった後どうなるのかとか、そういう世界、この世界っていうのはどういう場所なのか、そして私っていうのはどういう存在なのかっていうことに関する何て言うんですか、基本的な考え方っていうことですね。で、これは、まあ、私自身はクリスチャンなので、すごく聖書の世界観っていうのを持ってるわけですけど、何て言うんでしょう、どんな信仰を全く持ってない人でも世界観って実は持ってるんですね。だから死んだ後どうなるのかとか、この人生の意味って何なのかとかっていうのは突き詰めて考えないにしても何かしらのコンセプトを持って生きてるわけです。だから例えばこの世界っていうのは非常に危険な場所で、自分のことは自分で守らなきゃいけないっていうことを、それも一つの世界観ですよね。で、この世界っていうのは学びの場であって、自分はこの生涯を通していろんなことを学んでいくんだ。だからどんなことが自分に起こっても、それを学びの機会として捉えるんだとかね。そういう一つ一つのことが積み重なって、世界観っていうのを構成していくわけですね。ですので、私たちがどんな家族関係を持つか、また友人関係を持つか、そしてどういう経済状態であるか、そしてどういう健康状態であるか。で、どういう、まあ、学びをしていくか、まあ、趣味っていうふうにも書いてますけど、どういう仕事をしていくかっていうのは、全て私たちの価値観からその発生してるわけですね。ですので一番効果的な、全てに影響を与えるのはこの価値観を養うことなんですね。
で、まあ、7つの習慣のコビー博士はこんな風に言ってますけど、自分の人生の最後 の、 時を思い描くこと、そして自分の葬式でね、いろんな人が出てきて自分についての、まあ、思い出を語ると、まあ、アメリカなんかだとそういうふうになんかスピーチをするわけですね。その家族とか職場の人たちがその亡くなった方に関してスピーチをするわけです、まあ、日本はほとんどそういうことないと思いますけど、でその時どんなふうに言ってもらいたいか、どんな人だったって言ってもらいたいかっていうのが、それによってその人の世界観っていうのが分かるっていうことなんですよね。で、私たちはいつか死にますので、例外ないですね。私もそうですし、これ見ている あなたもいつかは、まあ、死ぬわけですね。で、そこを見据えながら、まあ、生きていくっていうことなんですよね。で、まあ、ガンジーは今日死ぬかのように、今日死ぬ人のように今日一日を生きなさいっていうふうに言いましたね。だからそれを、まあ、研ぎ澄ませていくというか、それが一番重要というか一番効果的なことになるわけです。だから私たちはこの地上で短いね旅をしていて、そしていつか、まあ、永遠の命に入るっていうのはクリスチャンの世界観なんですね。でそうなると、まあ、それは例えば私個人の世界観なんですけど、そうなるとこの短い地上で生きている間に妻と夏江という妻が与えられて、この地上の旅を一緒に過ごすことができるっていうことは感謝のことだなっていうふうに、まあ、思うわけですよね。パートナーが与えられて、お互いに、まあ、どうしようもない部分っていうかね、お互いに嫌な部分を持ってるんだけど、でもそれでも許し合って助け合って一緒に生きていく、でそれが夫婦なんだっていうふうに、まあ、私自身は考えるわけですよね。でそうすると、なんていうんでしょうね、それがまず価値観になるわけですね。でそうなると、あ、やっぱこの相手といたわり合って生きていくっていうことはとても大切なことだろうなと思うわけです。でですので、この価値観の部分っていうのがすごく全体に影響するわけですよね。だから例えば経済にしても、食べるもの、住むところ、ね、着るものがあって、で不自由なくね生活できてるっていうことは、まあ、ただ単に本当に当たり前のことじゃないなっていうふうに考えれば、それが価値観ですよね。そうすれば、なんていうんでしょうね、無駄な浪費とかせずに、本当に価値のあることにお金を使っていこうとかね、そういうふうに思うわけです。で、自分の持っている経済は、もちろん自分を養うために与えられたものだけど、それを使って、まあ、他の人たちのためにね、何かなることをできないかなっていうことを考えるようになるわけです。ですので、全てにおいて、この健康においてもね、まあ、一個一個全部話す時間はないですけど、健康においても、まあ、自分の、この命っていうのは預かったものだから、自分の体も預かったものだから大切にしないといけない、ね、なるべくいいものを食べて、そして、まあ、適度な運動をして十分な休息をとってっていうふうに考えるんですね。ですので、この価値観の部分に、まあ、働きかける。で逆に言うと問題はここにあるわけですよ。こっちにあるわけじゃない。だから例えば暴飲暴食をする人の問題っていうのは暴飲暴食じゃなくて、その価値観があるんですよね。目の前にあるものが我慢できないのはなぜなのかっていう、まあ、それは分かんないですけど、どういう価値観でねそうなってしまってるのか。ただここが間違ってるから、こっちも問題が出てくるんですね。ですので、その心を養うっていう部分がすごく大切になってくるわけです。
で、あの同時にこちらで何をしているかっていうことが我々の価値観に影響を与えます。ですから、あの適度に運動をしていてバイタリティっていうかね、活力がある人は、あ、それそういうあの行動をしていれば、あ、こういうふうに自分の体を大切に保つということは大事なことなんだなっていうふうな認識が深まるわけですね。ですので、あの、なんていうんですか、この人生の輪っていうのは、あの考え方として非常に重要なことなので、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。このビデオを見ることも価値観を養うことなんですね。テクニックを学ぶんじゃなくて、あのもちろんテクニックも入ってますけどね、でも価値観を学んで自分の価値観を、なんていうんですかね、よりあの正しいものにしていくことによって、あの全体が良くなる、まあ、当然奥さんとの関係も良くなるということなんです。ですからこうやって、あの私のビデオを見ていただくこともそうですし、あのクライアントの方であればカウンセリングを受けて、その自分の価値観を、ね、見つめ直していく機会にしていただきたいわけです。ということで今日は、人生の輪の、まあ、概論みたいな感じですけど、あのお話をしました。今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。